大谷義晴は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将。大谷義継の子。忌味名は、吉種や吉勝などもある。には、大学助。小二義行真田信重は、義理の兄に当たる。慶長2年9月24日、豊臣秀吉や徳川家康らが、伏見の大谷義継邸を訪問した時は、病状の悪化した。 義継の代わりに、共演の対応を務めた。そして、この共応の目的が、義継の後継者として、大学助をお披露目することにあったことも明らかである。慶長三年、秀吉が死去すると、片見分けとして、金切りの刀を受け取る。慶長四年、家康の命令で、失脚していた、石田三成の内氏と共に、越前表に出兵している。 慶長5年の関ヶ原の戦いでは、吉継と共に西軍に組みし、北陸で前田勢を足止めした後、関ヶ原に移動。小早川秀明の軍勢が西軍を裏切り、大谷隊はその攻撃を受けて奮戦するが、部隊は壊滅して、父の吉継は自害した。吉春は鶴ヶに落ちの微細機を着そうとしたが、 鶴ヶ城の留守居も不穏な動きをしたため断念し、大阪に落ち延びたと軍機類に記されている。慶長19年、大阪の陣が起こると招きに応じて、大阪城に入城。吉原は、豊臣方から100名の兵士を担当する隊長に任命されたという。慶長20年5月、同明寺の戦いに参加した。天皇寺、岡山の戦いでは、 真田ダの武士と前線で戦うが、越前福井藩の松平忠直軍との戦闘中、忠直家老の本田富生の敗下により撃たれ、戦死した。戦後、この義行は機能したとされる。なお、遺説によると長男は、大谷吉国と言い,い、元那六年に、官務兵士に連なる大谷氏の家系を記したとされ、子孫家に、立花家からの文書、義継のおいそうが持ち去った。 義継の首を包んだ肩袖の唐草や指紋の布があるなどと伝わるが、大友家には、神武平氏大野生を名乗る家臣は発見されていない、ことなどから信憑性は低いとされている。義春を討ち取った福井藩は、戦後、義春の甥いの大谷重政を召し抱えた。義春の豊臣政権下における資料は少なく、政権末期と大阪の役に、 その存在が示されるくらいである。吉春は、吉シの着難との説が有力で、この場合は、少年は、天正八年前後であるとされる。ただし、西原伊直しは吉春を吉シの実定で、長男扱いの養子としており、慶長2年9月24日上では、秀吉の大屋屋敷おなりを、養子大学助社邸その外長男衆78人、と記している。 また、大阪の役に参加した、土屋智貞は、吉原の年齢を、50歳ばかりと記録している。吉次が存命していても60歳前後であるので、吉原が50歳というのは、実施として説明がつかず、弟か養子の可能性がある。ただし、土屋は、大阪の役は、関東法の武将であり、勘違いか信憑性の疑問などもある。ありがとうございます。